こんにちは、太郎です。今日は私のお気に入りの iPhone ケースをご紹介したいと思います。まずはじめはこちら、デミュールーヴというブランドのバロンというシリーズで、カラーはベージュで、お値段が 13,750円です。素材は本革で、背面がポコポコしたデザインになっているので手にすごく馴染みやすいです。背面側が開くようになっていて、カードが入れれるようになっています。こちらに1枚、ここもポケットになっていて、こちらにも2枚入ります。で、ここに金具がついているので、首から下げるショルダーなどもつけることができます。私はここに丸いカラビナをつけています。携帯ケースを変える時にはこのカラビナごと必ず付け替えるんですけど、なんでつけてるかっていうと、ロッカーの鍵を引っ掛けたりとか、髪の毛を縛るゴムをくっつけといたりとか、いろんな用途で使っています。美容院のロッカーの鍵引っ掛けるのすごく便利です。で、内側はベロアっぽい生地になっていて、デミュールーヴォっていうマークがついています。やっぱりポコポコしてるっていうデザイン性もあって持ちやすいので、かなり高頻度でこちらは使っています。こんな感じで小指に引っ掛けて使ったりすることもあります。続いてもデミュールーヴォです。こちらはポシェというシリーズで、カラーはチャコール、お値段は変わらず 13,750円になります。こちらもバロンと一緒で、背面がカード入れになっています。枚数は一緒ですね。で、こちらのポシェのシリーズの最大の特徴は、ここにコインケースがついていることです。パカッと開くので結構何でも入っちゃいます。で、革は牛革なんですけど、細かい模様が入っていて、かなり大人っぽいデザインになっています。金具もバロンと一緒でついています。で、この金具中にしまうこともできます。で、背面にコインケースがついてるので分厚いかなって思うんですけど、全然気にならない分厚さになっていて、手なじみもすごくいいです。で、ちょっとバロンと並べてみます。分厚さもそんなに変わらないかなっていうところで、カードを入れたりするとやっぱ変わってくると思うんですけど、私は基本的にシックな色味の iPhone ケースを好むんですけど、このデミュールーヴォシリーズはカラフルな色がめっちゃ可愛いんで見てみてください。続いてはバンドリアーです。 AD サイドスロットのシルバーです。カラーはブラック、お値段は 15,400円になります。バンドリアーといえばっていうデザインの方とは違うんですけど、私はこちらの形がすごく気に入っています。ここにカードが入れれるようになっています。おそらく2、3枚ぐらい入るのかなと思いますね。これはサイドスロットシルバーなので、ここの金具の色がシルバーになっていて、ゴールドもあります。バンドリアシリーズは紐もかなりいろんな種類から選べるんですけど、私は結構太めのを選んでしまったので、自分の手持ちのショルダーと合わせることが多いです。金具が両サイドに分かれているので、セリアで買ったパールストラップをつけて、と手首に引っ掛けたりするのも便利です。続いてはエジューです。カラーはオリーブで、お値段は8800円です。前に紹介した3点が1万円超えだったので、エジューのこの形が8800円で手に入るのはかなりリーズナブルな感じがします。こちらの背面の部分がポーチになっていて、
カードもすっぽり入ります。ただ、iPhone のカメラがすごく大きくなっていることがあって、ポーチの位置がずれていて、ちょっとお尻はみ出しちゃってるのが気になるかなってところですね。で、このポーチの下の部分が外れるので、指を挟んで携帯を持てば落ちる心配もないので、とっても使いやすいです。で、エジュはショルダー付きなので、こういう感じで、引っ掛けてぶら下げることができます。で、私この紐をシルバー出してきちゃったんですけど、このオリーブに付属されている紐の色は黒、ブラックになります。そこだけすみません、注意してください。続いては A シーンです。カラーはネイビーで、お値段が9790円です。こちらはマルチケースになっていて、サイズが縦167mm、横 92mm、厚さ 32mm になっています。携帯の機種によっては対応サイズが変わってくるかと思うので、公式サイトをご覧になってみてください。私はこの iPhone ケースをどんな用途で使うかっていうと、海外旅行に行く時などに使います。もう絶対に iPhone を壊したくないって時、もう壊したら全てが終わってしまうみたいな時に、こちらで頑丈に守っていきます。で、こちらの表面のポーチは外すことができるので、気分に合わせてポーチ変えることができます。このポーチも別売りで売っているので、気分に合わせてお色味変えてみたり、こっちには現金入れとくとか、こっちにはカード入れとくとかもできます。 iPhone を入れた状態で動画を撮ってみました。ちょっと反射がすごくって見づらいかもしれないんですけど、申し訳ないです。こんな感じでスライドできて、ここまで上がるのでカメラに干渉とかは全くしないです。ただこの iPhone を挟んでおくプラスチックの部分と、携帯のカメラのポコッと出てる部分が若干干渉するので、私は透明のケースを装着してカメラのレンズを守っています。続いてはボナベンチュラです。バックカバーケースシュリンクレザー、カラーがブラックで、お値段が14,300円です。ボナベンチュラも手帳型が人気で有名だと思うんですが、以前使っていた iPhone の時に2回か3回ぐらいは手帳型を購入していたので、今回は初めてこのストレートタイプを買ってみました。やっぱお値段がちょっと高いだけあって、サイドのこの革の部分もすごく綺麗に仕上がっていたり、もう元々革がすごくいいので手なじみもかなりいいです。カードも背面に2枚くらいは入るのかなって感じですね。ただ若干ここの革が柔らかい感じがするので、カードを入れると跡がついちゃうかなと思って、私は入れるのをやめています。あと、これは私の完全な主観なんですけど、ボナベンチュラはもう本当に可愛い色がたくさんあって、ちょっと黒じゃなくてよかったかなって思うところですね。続いては小暮です。手帳型、カラーはグレージュプラスピンクで、お値段が9980円です。この小暮シリーズも私すごく好きで、革が本革で、こちらもシュリンクレザーを使用しています。なんといってもこのバイカラーがね、たまんないですね。閉じるところもマグネットを使用していないので、磁気不良とかが起こりにくくって、デザイン的にも気に入っています。続いても小暮です。カラーも同じでグレージュプラスピンクで、お値段が5980円です。買ってから同じ色だって気づいたパターンです。デザインとしては背面側にカードが入れれるようになっています。色は一緒なんですけど、デザイン的には全然違うので、両方気に入っています。続いてはイトゥレです。
エレコムっていう会社が出しているブランドみたいです。カラーはチャコールグレーでお値段が4590円です。背面側がパカッと開きます。こちらにカードが2枚入れられます。でこちらにチャックがついていてポーチみたいな感じになっています。でこのファスナーがついている分厚みが気になるかなってところなんですけど、生地感が柔らかくできているのでそんなに気にならないです。中に入れるものによってはちょっと変わってくるかなとは思います。金具もついていて、もともと付属の、ショルダーがついています。こちらが最後にご紹介するものなんですが、 Amazon で購入したものになります。カラーがライトパープルでお値段が1980円です。背面側に大きなチャックがついていてポケットになっています。ちょっとチャックやりづらいかなってところです。でここにカードが2枚入るようになっていて鏡がついています。鏡も若干ボワボワした感じの鏡です。まあ、お値段の割には全然いいです。ショルダーもついています。最後に重さを測りで測ってみました。ちょっと軽い順に並んでるんですけど、少しでも参考になったら嬉しいです。 iPhone ケース以外のものをご紹介したいんですが、いつも私が iPhone ケースにつけているキーホルダーになります。まずこれがミッフィーちゃんがお化けになっているキャラクターですね。リップクリームが挟めるようになっているので、唇乾燥してる時とか色付きリップとかを刺して携帯にストラップとしてつけています。こんな感じでぶら下げたりしています。これなんかハンコもさせるみたいです。で続いてはこのミッフィーちゃんですね。シリコンになっていて中がちょっとしたポーチになっています。こんな感じでぶら下げることができます。こちらもシリコンですね。これが一番小さくてコンパクトな感じです。こちらはトトロですね。これはどんぐり共和国で購入しました。めっちゃ可愛いですよね。なんかポロンってした感じがとってもお気に入りです。これが一番つけてるかな。続いてがメタモンのタッチペンになります。携帯ゲームにハマってる時はこういうのぶら下げてることが多いかな。小さいけどちゃんとタッチできるので使えます。こんな感じで iPhone ケースやその他のものをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もし少しでも参考になってたら嬉しいです。最後までご覧いただいてありがとうございます。また次も動画でお会いできますように。バイバイ。